20年近く前の話ですけど、ある男性が、たまたま、仕事が早く上がったので家に帰ると、嫁が真男といたしている最中で、思わず、嫁と真男を殴ってしまった。と言っても、この男性、ひょろがりで根がおとなしい人。殴られた嫁も真男も、少し赤くなったぐらいで、傷一つ残らなかった。でも、この嫁と真男は極悪で、この男性を、暴行で被害届を出した。この男性、嫁の浮気を見て投げやりになっていたのか、警察も同情はしてくれたが、真男は、被害届を引っ込めず、書類送検されてしまった。一連の出来事で、この男性は会社をクビになり、嫁も、慰謝料、財産を踏んだくって離婚しただけでなく、真男との子供を、この男性の子供と言い張り、養育費まで一括で取ってしまった。この男性は、見事に丸裸にされて、元嫁と真男からは馬鹿にされてた。でも、ここまでやってしまうとダメなんだね。この男性の何かが壊れてしまったんだろう。真男と元嫁の実家や会社の周りで、拡声器やビラを使い、自分のされたことを訴えた。この男性、警察に何度捕まっても同じことを繰り返し、真男実家の商売はだんだんと傾き、元嫁、真男ともに会社では閑職に。元嫁の実家は、引っ越しを余儀なくされたんだけど、この男性、それでも終わりにせず、真男の家の前で焼身自殺をした。それも、真男に抱きついて。結果、真男は死にはしないが大やけどで、イケメンだった頃の面影なんて全くなく。それでも、元嫁は、今までの経緯から離婚することもできず、親子三人で、まだ一緒に住んでいる。引っ越そうにも、真男実家の商売は傾いているから帰れず、元嫁の実家も頼れず、ご近所の人は過去を忘れてくれず、新しい住人が来ると、必ず、その家の話になり、子供も不登校で引きこもり、おとなしい人を怒らせると本当に怖いって、こういうことを言うんだなぁと思う。ちなみに、なんでこんなに詳しく知ってるのかというと、私、この男性の妹で、自殺する前に、保険証書と遺書が送られてきたのです。後に迷惑をかけるけど、これでなんとか頼むって。お金がない中、一生懸命こんなことするためにお金を払ってたのかと思うと、悲しかったですけど。このままあの三人には、朽ち果ててほしいとは思ってます。子供に罪はなくても、因果応報。自分のしたことが、自分以外に返ってくることもあるから、仕方ないとも思います。家族に相談でもしてくれていればと思いますが、実家からは、離れた場所で就職、家庭を構えていたため、私たちには、恥ずかしくて相談もできなかったようです。実際、私たちには、そのようなつてもお金もなく、泣き寝入りだったかもしれませんが、やはり相談をしてほしかったとは思っています。ただ、当時結婚する予定だった方からは、兄のことが原因で、破談となり、そのこともあり、兄を恨むというよりは、元嫁真男家族への恨みは深いです。正直なところ、私自身、兄のことを知られることが怖くて、それ以降、男性との深いお付き合いは、したことがありませんし、昔からの友人とのお付き合いもやめました。まるで世捨て人のようだなと、我ながら思うこともあります。そのことと兄のことは、切り離して考えるべきだとも思うのですが、なかなか思うようにいかないのが現状です。